ずるい。お疲れ様でした。いい汗かいたんですか。すごい乗ってるじゃんね。今度大きくなったらスポーツ選手になるんですか。じゃあ最後に委員長からご挨拶いただきます。どうもお疲れ様でした。普段車乗ってるんでこんな汗かいたことないんですけど、久々に汗をかきました。洗濯物が増えました。それからワクワクドクトリンというのがありますけど、なかったっけ、11月にありますけども、その時に俺の試合をやろうかと思って、その時には参加してください。よろしくお願いします。と、なくなったやつ終わっちゃったかな。で南アルプスで毎年やったんですけども、それでスポーツ委員の方から最強の方へ移行して、最強の方から連絡もなかったもんで分からなかったんですけども、終わっちゃったらしいです。申し訳ございません。その代わりについてなんですけど、ワクワクドリンクの時に試合をやりたいと思います。どうもお疲れ様でした。はい、気をつけ。最後の挨拶します。はい。ありがとうございました。今から挨拶そのまま行ってください。